ピケのピピマです。ピケのアップルです。はい、ということでついに家がなくなりました。もう大丈夫そうっていう感じの森の中に今ね、いるんですけども、なんかちょっと見覚えありません？このライティングとか。わかるかなこれで。今日はなんとじゃーん、ちょっと暗すぎるかも。もうちょっと明るかったらめっちゃ見えてたんですけども、はい、ありがとうございます。ほぼ半年ぶりにモビリティリゾートモテギの森と星空のキャンプビレッジの方にまた遊びに来ました。好きね。ということで、グランピング企画第2弾ということで、前回は結構もう Vlog って感じでアスレチックを楽しんだりとかグランピングの様子をお届けしたんですけども、今日は女子会バーベキュー的なものがあるらしくて、なんかもう女子とみなされてるのかなみたいな。確かに一番この森で可愛いのは自分なのかなってやっぱ思ってますし、さっき友人照らされてる自分の写真見てすっごい顔がでかくて痩せようって思いました。本当に撮るの大変でした。話は置いといて、今日はそんな感じですごい女子会プランみたいなね、バーベキューがあると聞きつけたので、わざわざ栃木前に時間半かけてきたんですけども。でもそんなにかかった時間？え、うん、うちら10分ぐらいの感覚だった。体感めっちゃ寝てた。寝てた。どんだけ旅行向きなのあんたら。ということで、こちらにねさっき説明してもらったんですけど、見てください。やばくない？なんと今回スイーツまでついてるんですけど、なんか映えらしい。そうだね、女子会だからさ。ということでバーベキュー楽しみます。夏最後の思い出ってことで。夏、え、いつまで夏引っ張るの？あ、まだ間違えた。はい、レッツゴー。ブスと野菜洗いに行きます。はい、ということで大釜と野菜洗いに行きます。そんなこと言っていいんだ。この森には私の友達いっぱいいるんだからね。絶対に許さないんだから。それで来んの？やばいよ、あと1時間後に来るからね、あいつら。置いて置いたらいいじゃん。ライブハウスじゃん。めっちゃいいじゃん。スクパートライブみたいな感じ。まずは野菜を洗う前にアップルが野菜を取るということで罰ゲームから頼んでると思います。本気でちょっと包丁ありますかみたいな。もういいから洗いますよ。じゃあ野菜をちょっと昨日某パミパミさんの、いやもう某パミパミはアリーパミパミで、さんの余韻がちょっと抜けないオカマがいるんですけど、取っておいて、そいつは一旦無視して、すごい冷たい水で自ら触る。お湯出る、お湯出る。お野菜お湯で洗うの？え、野菜お湯で洗っちゃダメなの？火通ったらどうすんの？あ、冷たい。友達になりたいと。はい、レピーマンです。これは友達のズッキーニーちゃん。この世とメタモルフォーゼしようぜ、ミュージー。はい、ということで野菜が洗えたんですけども、今からね早速調理をしていきたいと思います。なんとですね、はい、前回は人任せにしてたんですが、はい、誰もいません今回。そうです。やばい、自給自足。それぞれスティック状にカットするそうです、野菜を。まずはい、じゃあスティック状にカットしてください。お願いします、スティックさん。スティックさん座る座る座ってやる。こちらで、こちらで、みんなでやる。みんなでやるか、あなたが。スティックさんお願いします。スティックビルよく行ったもん、うちら。確かに。じゃあ聖地。スティックビルよく行った分際だったらスティック状に切るなんて簡単っしょ。じゃあ皆さんの仕事は紹介します。危ない危ないって、あんた大丈夫？人一番うるさいやつ、何もしないのに。こいついるよね。まあとりあえずスティック状にしてくれたら、次はカットした野菜やラディッシュミニキャロットをソースでお召し上がりください。あ、そういうこと？もう食べれるんだ。もうって、え、ズッキーニも？はい。どうしようっていうの。あの音楽がいい。テレレン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 。You wanna pay real game? 私がなんかバイみたいな。バイみたいな、うまい。認めない、戻れない、忘れたい、の中に。本気でさ、森の中でこんなやってるの、本当にやめよう。さあ、スティックさん、どうですか？スティックの概念、全然うちのイメージと違う。あ、シゴデキョウマネというものは存在するんですか？光を当てて。シゴデキョウマネだ。ねえ、スティックのやり方が違うよね。じゃあ、私に任せていった。さあ。キューピテ、汚いけど。え、きれいきれいきれい。じゃあ、これで、はい。なんかネクスになったよね。本当にやばい。1年ぶりになんか切ってみるけど、どう？どう？こんなレアシーンないよ。じゃあこっからはチャンネル登録した人しか見れなくなります。本当にそのレベル。え、ガチでこの想像、ほらこれどう？ふと、いやそうでしょ。コンビニのあの野菜スティックこんぐらいですよね。あんたも好きね、本当に。どう？こんぐらいじゃない？これをさ、斜めに切ったらいいじゃん。こう。じゃじゃ、バカじゃないの。こう。あの、こう。こう。うん、こう。やる必要ある、それ。じゃあいいよ、普通に。え、危ない。
何今の。リーちゃん、リーちゃん、リーちゃんはお皿を出して。うち最高、こうやってカメラを持ってることによって指示出せばいい人になってる。確かに。でもいつもね、頑張ってるか ら今日おもてなしだから。え、ありがとう。一緒に喋りすぎない。かわいそう。もういいって、絶対その方が食べ応えあるって。ね、包丁ってこうやって置けってなったよね。え、そうなの。これもチャレンジみたいな感じ。猫の手してちゃんと。クリームパン。え、誰か振動？中性したい。結構やばくない？でも、あ、うちの仲間来ちゃったかも、ついに。さっきの呼んだやつ？呼んだやつ来ちゃったかも。もしかして銃で戦う系なの？やりすぎやで、ちょっとここまで言ってないで。はい、バーニャクーダー完成。え、映えじゃん、いい感じ。うち頑張った、もうこれで終わりです。あとよろしくお願いします。俺がレモンを切る。絞るだけで。え、切って魚の上に乗せるんだよ。あ、そうなんだ。あー、すごっ。可愛いがすごい。カンノ、カンノ、カンノ、ミホ。あ、ごめんね。うわー、オープニングだ、絶対。ダイジェスト。なんか混ぜん方がいいって書いてある。食べまーす。食べまーす。いただきまーす。まーす。うん。うまっ。うまっ。絶対うまいやん、こんなん。やっちゃダメでしょ。すみ。これやった方がいいよ、あんた。え、やったよ、うち。ちゃんとチーズを合コンさせてあげてるから。オッケーオッケー。まだまだ。これでもさっきのがもう初めまして。今あんたは友達レベル。うわ、夫婦感になればマジやばい。どう？それはもう夫婦超えて老夫婦。豚肉を。うわ、これはやっちゃダメなこと。すいません、救急車。死ぬ死ぬ。本当の本当に美味しい。うん、やばくない？バカうまいんだけど、このソース。まあ、てか聞いたことない音してる。うん、幸せ、生きててよかったわ。実感湧いてなかったのに。バーベキューとはみたいな。うん、わかる。こんな冷めて聞いて大丈夫ですかみたいな感じでいたんだけど、来ちゃったらもう罠。お肉できたかな。じゃあ蓋はオープンしてみよう。せーの。えぇ、すごい。ただうちら蓋してたかもってこと？うん、草。すいません、火つけてもらって。え、あれじゃん、もう呼ぶしかないってこと。仕方ないね。みんなパン来るけど大丈夫。やあウェンディ、また俺が火をつけないで誰が始まるって言うんだ。ちょっと伝え呼んでくるから帰ってきてね。大丈夫、僕呼んでくるからね。うん、こうして彼は4日間戻ってくることはなかった。ヒグマにでも襲われただろうか。夜空は光に満ちている。満天の星空の下に彼は消えていった。お肉が焼けました。いろいろ食べてたんですけど、これラストスパートじゃないか。まだでかい、長い、イノシシ。イノシシの上にな、匂いすごい。これ何？カモか。カモ、カモ初めて食べるかも。なんか本当に来てほしいわ。なんかさ、程よくさ、距離感あるじゃん、全部。それもいいよね。やだ、もううちこんなんで、隣のさ、組でさ、こっちカップルできてんのにさ。やば、お前、こっちのセリフってこと分かってないわけ。言い過ぎやろ。寒くなってきたね。寒くなってきた、ね、どんどんね。森が本腰入れてきてる。森が本腰入れてきてるって何？柔らかい。うん。あんた本当？全部バイナカウダー。やってみてないから分かんない教授でしょそれ。早くそういうさ、プライド捨ててやってみなよ。いいんだよって思うじゃん。こんな美味しさに出会ってないんだ。だってさ、バイナカウダーソースを焼肉につける人います？いないよね、わかる。もうやみつきです。はい、確定な。謝ってゆっぴ、本当にごめん。だよね、わかるよ。多分何でもマジでいいけど、おにぎりでもうまいよ。おにぎり今でこれやばい。でしょ。はい、ちょっと返してください。これやばいって。うちガチで焼肉屋でタレと塩とあとバーニャカウダーソースマジで持ってきてほしい。こう変えていきたい。はぁー、待って、やばい、キノコも合いますって思うじゃん。はい、白い方いってみよう。もう椎茸大好き。聞いてもない、もうどうしよう。言いつつもつけてるよね。うるさい、自分大丈夫そう。わかった、うるさい。どうですかな。なんかちょっとマヨっぽい味するから好きかも。え、豚肉は豚肉。豚肉も勝ちです 100%。
はい、聞きました。バーベキューの概念変わりました。肉食べに来てるわけじゃないよね、もうバーニャソース食べに来てる。こんなにハマることあんだ、びっくりしちゃった。焼肉のタレが食べたい。と今んとこね、もう本当に楽しく美味しくやってるんですけども、バーベキューには何がつきものか、はい、当ててください。マシュマロ。はい、違います。片付け。はい、違います。チルな音楽、チルな音楽があればバーベキューは楽しめるんですけども、チルな音楽をね流してしまった場合、こちらのカメラはね全頭おかしなことになってしまうらしくて。まあでも分からんことはない。そう、うん、私たちの取り組んでいる活動に影響が出てしまうらしく、うん、なんか広告とかつかないよみたいなことを聞いて、うん、えってなってるんですけども、うん、でもチルな音楽とバーニャカウダーバーベキューにつきものということが発覚しましたので、この辺で動画はちょっと終わりたいと思います。あ、分かりました。予約するとチルな音楽は聞きたいので、もう動画回せませんごめんみんな、まあ、頭悪いな、そういう解釈しちゃうんだ。まあそういうことでいいよ別に。ということで、秋のバーベキューガチでおすすめ。ちょっと本気で来てほしいと思った、ね、今まで行ったところでも結構トップで、もしかも料理がめっちゃしてくれてるから、うん、マジで手ぶらできて大丈夫。本当に簡単だった、ね、ガチで行きたいなって思った方は概要欄見てみてください。はい、じゃあねー、バイバイ。